7月22日18時19分を回りました。相場解説になります。解説というよりもね、今朝相場解説をさせていただいて、まあダブルボトムの大きなね、ダブルボトムが見えたんで、ダブルボトムってのはここですよ。レンジの中でね、こちらとこちら見えますね、こちらとこちらにダブルボトムが見えたんで、上昇に向かうんだと。だから買いをね、意識すればいいんだよというふうなことを申し上げました。昨日はトリプルトップだったんで、そのまま売りだということで、この波動がね、生きたわけですけども、今日はだからこのダブルトップ、ダブルボトムになったわけですから、これ30ピップ相当はマックスで取れたんではないかなと思います。まあこういうふうにね、レンジでもきちっと腹をくくればですね、取れていけるってことなんですが、まあレンジの幅がそこそこあればね、こういうふうなことにもなるんですよね。まあ、通常短いレンジの場合だと、エントリーした瞬間手数料でマイナスになるんで、あまりおすすめしません。まあ今日、昨日となかなか良かったんじゃないですかね。これからなんですけども、この真ん中ぐらいにいるときって上にも下にも行きうるんで、こういうときはエントリーしない方がいいかなと。エントリーするんだったら両立てで行くって感じですかね。まあ両立てについては私はまた別の機会を設けて動画を